ブルラジ。ネオ。ブルラジネオ。ようこそブルラジネオへ。手軽なフライドフード役杉田智和です。手軽なんですか？ナイルバーミリオン役近藤かな子です。もう杉田くんが何言っても全然気にしないよ。椿彩役今井あさみです。何どういうこと？最近 の冷凍食品の性能が良くてへえ、ね、よかったね。揚げ物が冷凍食品あるんですよ。わーよかったね。パッと戻るんだけどそんなベチャベチャしない。あ、そう美味しいんですね。おー、いいの。皆さん、なになに眉毛長いですね。眉毛眉毛ってどこだっけ。眉毛はこれか。ああ、まつげの上です。ああ、そうか、確かにちょっと違うでしょ。まつげでしょ。まつげが今地まつげが伸びてきてるから確かに攻撃的だよ。違うんだって。この番組はね、現在大好評発売中のブレイブルークロスタッグバトルの応援はもちろん、アークシステムワークスの様々な情報をお届けする番組なんだよ。というわけであっという間に3回目だよ。知ってたみんな。ありがとうございます。若さあふれる読み方、本当にありがとうございます。若さあふれる、ええ、そういう体にしていかないと僕たちどんどん追い込まれていくんですよ。あ、そっか、ええ、でも違うの。聞いてくださいよ。どうしたの。あれ、もうね、どうしたんですか今日はね。私ね、もう満足満足。今日はもうこのまま帰っても構わないぐらい。いや、帰んないでくださいよ。ダメか、ダメ、ダメです、ダメです、ダメです。ダメか。ここにいてください。はい、わかりました。じゃあ皆さんにね、改めてお知らせがございます。はい、いざよいがプレイアブル参戦だよ。やったー、やったまあ、知ってましたけどね。はい、でも先日行われたエボリューション2018の方でもですね、うん、キャラクターたくさん参戦発表されましたね。そうです、そうです。そうなんです。マイ、夏目、そして、うん、ナイズファントム、キリショウ、ミツル、真田昭彦、うん、ラビレス、ミカ、メルカバ、ユズリハが新たに参戦し、プレアブルキャラクターはなんと全40キャラクターになりました。すごい出てきましたね。すごいですね。もう、そして、マイ夏目、うん、マイ夏目、はい、前来るよ。あれ、やった。これ杉田くんが所望していたじゃないですか。キャラクターおめでとうございます。まあ知ってたんですけど。そうです、はい、まあ、知ってたんですけどでも、うん、やっぱり一回言っとかないとダメじゃないですか。まあ確かに、ね、来てくれ、来たー、やったーっていう、ね、でも全部バラしていくスタイル、まあ、予定調和っていうんですけども、予定調和で知っててもこんなに嬉しいんですよ。です、ね、うんうん、やったねってね。しかも前入ったってことは今日のゲストさん忙しいね、うん、こりゃ。そうですよ、これすごいことになってますよ。月星学園まで入ったら、うん、ハイムさん何キャラ目だみたいな。うわ大変だ。というわけでたくさんその話もこの後ね聞けるかと思いますが、うん、はい、じゃあ普通歌紹介していきましょうか。はい、お願いします。はい、まずはブルラジネーム抹茶坊さんからです。皆さんこんにちは。こんにちは。スタッフの皆さんが生きているか心配です。そんなに生きてない。生きて生きて。先日期末テストがあったのですが、はいはい、日本史のテストでかっこ歳道という人物名を答える問題があり、特に深く考えず、カッコの中に森と書いてしまいました。ダメー、違うんだよな。後から見直しをして気づいたのでよかったですが、危うく2点失うところでした。そうだね、確かに歳道ってあの字を見たらちょっと森さんの顔が出てきちゃうよね。出てきちゃうよね。社会科資料集の中になんか森Pの顔があるってことになっちゃう。そうだね。まあでも、ね、そうそう、グラサンかければいいんじゃない、あの肖像の。確かに誰か一人はやるやつだ。必ず目線描くやつと眼鏡描くやつ絶対いるんだよ。うん、でも森さんもね、それぐらい歴史に残るゲーム作ってますからね。なるほど。なんてねって。わっしょい。さあ、そんなわけでこの後ゲストの方にも登場していただきます。ブルラジに来るたびに姿が変わるあの方が来てくださっていますよ。どんな役やってっからな。お楽しみに。それではブルラジネオスタートです。この番組はアークシステムワークス株式会社の提供でお送りします。ブルラジネオ。はい、改めまして、ふすま粉で揚げた天ぷらです。近藤かな子です。あ、なんか天丼食べたくなってきた今井あさみです。、うん、欲望に忠実、うん、いいと思う。それでは早速ゲストをご紹介しましょう。舞夏目、織江、そしてルビーローズ役早見沙織さんです。いくよ、クレセントローズください、ください、クレセントローズください。クレセントローズ、やったー、やったねー。ブルラジは、
マイとオリエとルビー役の早見沙織です。忙しい。いっぱいいるね。いやどれも大切な役なんで。そうなんですね。もう本当にまさかの偶然でありがたいです。はい、というわけで、はい、沙織ちゃんの方はですね、前回ご出演が2015年4月、はい、うん、だいぶ前だ。そんな前なんですね。ブルラジクイック第1回以来ということで、この時はブレイブルークロノファンタズマエクステンド発売記念スペシャルにて、うん、マイ夏目役としてご出演いただきました。入るタイミングだもんね。そうなんです、そうなんです。ちなみにその前は、はい、三井学園の会のエイリちゃんの役でご出演されてますけれども、はいはいはい、うん、そうですね、忙しい。はい、というわけで改めてマイもね、はい、参戦決定ということで。そうですね、嬉しい。ありがとうございます、ね、結構もう念願って感じですね。長かった、うん、願い始めてよかった、うん、嬉しい。はい、じゃあね、はい、メールもね届いてるので紹介していきましょうか。はい、じゃあ行きましょうか、うん、ブルラジネーム柳さんからです。はい、皆さんブルラジは、はい、どうも。私は今度誕生日を迎えます。おめでとう。そこで早見さんに質問です。うん、印象に残った誕生日って何かありますか？プレゼント関連でも思い出でも何でもいいですとのことです。そうですね、ちっちゃい時はクリスマスパーティーみたいなの友達と家でやったりとかしてたんですけど、そうパッと思いついたのは、クリスマスの時に何が欲しいって言われて、その時になぜかハマってたあのっていうゲームがあってゲームがあったんですよ。はい、自分が蚊になって、うん、一軒家の家族の血を吸っていくっていう、もうすごいシュールなゲームだったんですけど、なぜかちっちゃい時の私それに興味を持って、うん、それが欲しいって言って、うん、朝目が覚めたらなんか枕の横に大きい蚊のパッケージがはいはい、はい、目を開いた瞬間にあって、なんか変なクリスマスだなって思ったのを覚えてますね。はい、というわけでちょっとあのさおちゃんの不思議な面も分かったところなんですが、ゲームをやる側からすると嬉しいなって。そうね。さてさて、今回はこの4人でこのコーナーやってみましょう。はい、てめえに一問一答ネオ。ゲストの人となりを根掘り葉掘り聞き出していくこのコーナー、はい、リスナーの皆さんからいただいた質問を私たちが60秒間でできる限り聞いていきたいと思います。さおちゃんはあんまり考えずに直感で答えていただきたいと思っております。はいはい、どうしてもダメな時はパスしていただいても大丈夫です。したではいきましょう。はい、早見沙織さんへの一問一答スタート。好きなラーメンのトッピングは？煮卵。好きな女性の仕草ってありますか？なんかこう髪の毛をファーってここかき上げる。好きなあさみさんは？今井あさみさん。優しいな。これから挑戦したいことは？なんだろう。縦列駐車。好きな葵は？なんです、何の葵かな。ちょっと葵の御紋が好きですね。ルビーローズと似ているなと思うところは？なんだろうな。ちっちゃい時のテンション感とか結構似てますね。はい、隣に座ってる人を褒めてください。今日の赤いスカートが本当可愛くて嬉しい。あと笑顔のたびにこちらを向いてくれるのがすごい嬉しい。ニハッチって。好きな鬼は？いや猫です。もし終わりって男になるなら？なんか渋谷でナンパする。お酒を飲みますか？飲みます。また意外に自分が笑ってて何も言えなかった。よくないな。渋谷で何？渋谷で何？確かに女性の体じゃできないことだよ。あるなんだろうと思って。でも逆にナンパされたことってありますか？ナンパされたこと、いやもう本当にほとんどないですね。最近はもう全くなくて記憶にほぼない。一回あったか、でもそれこそ渋谷とか、はい、でなんか声かけられるみたいな、何々に興味ありませんかみたいな感じのはあるかも。早見さんで思い出したけど、まあ下水学園ネタだけども、はいはい、あの細谷くんが、はい、あの麻布十番がなんか歩いてた時に、はい、急に外国の方に声かけられて、はい、その服はスカートかなんかかってちょこちょこですかって言って、いやいや違う、あの服はあのジャパニーズで袴みたいなやつ、ノースカートノースカートって言ってるうちになんかどんどん外国の人がわらわら集まってきて、よくわからないでわらわら人がなんかその後人が集まってくるんですよ。なんか知らないけど適当に OKOK って言ってその後逃げました。
めっちゃ面白かったと思います。なんかいっぱい写真撮られてなんか SNS とか上がってそうだよね。確かに珍しい人だと思った。人が湧いてくるって話すげえ面白かった。はい、というわけでいつの間にか細谷さんの話になってましたけども、はいはい、早見さゆりさんについてかなり詳しくなれたんじゃないでしょうか、はい、それではこの後みんなでこんなコーナーをやってみたいと思います。はい、絆を深めろ、お絵かきクロスコンボ、二人の心はいつも一緒。おっと体温差がそうそうそう、ブレイブルークロスタッグバトルといえばブレイブルーシリーズ初となる2対2のタッグ制となる対戦形式が特徴となっています、はい、そこでこのコーナーでは私たち4人を2組のタッグに分けて対決していこうと思います。昨日筋肉マン読んでたんでイベントバッチリですわ。いいですね、いいですね、はい、というわけで私たちのタッグに必要なことといえばお互いの気持ちを合わせる、そうユニゾンです。はい、うん、わーい、タッグチームのどちらか一方からお題を出すので、そのお題から想像するイラストを同じチームのお二人で描いてもらいます。はい、例えばファストフードのメニューから連想できるものはでしたら、ハンバーガーなど二人が同じものを描けばユニゾン率 100%、 ハンバーガー、ポテトなど別のものを描けばユニゾン率 0%。極端だな。マジ、うん、まあそうだけど、うん、要はタッグパートナーと同じものを想像して正解ポイントを競い合い、より高いポイントを稼いだ方が勝利というわけです。はい、気になるチーム分けは今井・近藤ペア、ノエル&椿のザ・夢見るヒロインチーム。あ、そういえば私ヒロインだった参戦が決まったのですもの、今すぐ行きますわ、ジン兄様。対する私たち、杉田さんと早見コンビはラグナー&ルビーのザ・主人公図。見せてやるよ、鎌の力を。ヒュー、変形する武器ってかっこいい。使ってみるありがとう、簡単にくれる簡単にくれる、優しいな。もうあげちゃっていいかな。そうだね、あげちゃう、なんでもあげちゃえそれでは今井近藤チームから、お題は、はい、箱が来ました。引けばいいのかな、お題は。じゃあ、うん、出す方が引けばいいかな。そうですね、出題する側の方お願いします。はい、水族館。え、お水族館から想像といえばするものを、今井さんと近藤さんで書いてもらって、2人が一致すれば、じゃあいきます。制限時間60秒ではスタート。はい、何ですかね、水族館、範囲が広すぎるからな。行きますか、水族館。なんかね、名古屋かなんかが行った時、大阪かな、大阪だな、行った時にお城の近くかなんかにあって、それ行ったらなんか楽しかったよ。なんか杉田さん、イルカとかに懐かれそうな感じでなんかキュウキュウみたいな、可愛い動物の心がわかるっていいですね。私も沖縄行った時すごい良かった。海綺麗だから。美ら海水族館。そうそうそう。名物、ね。めちゃめちゃ良かった。あ、なんだろうなんだろう。あ、なんかムフフってなってる。いや、好きだな、サイちゃん。大好き。お、もしや。もしかしてシンクロしたかな？なんだろう。ヒントになっちゃったかな？お、なんだなんだ？こうなんだろうな。できたよ。お、早い。はい。お早いでございます。そろそろですよ。あ、ちょっと。綺麗に。三、二。1、ゼロ、終了。はい、それでは完成したイラストをせーので出してみましょう。はい、せーの、ゼロ。今さん、この下のが一緒かな、下のが一緒かな。メインは何ですか。ジンベエ。ジンベエザメ。あ、ジンベエザメ。あのジンベエか。沖縄でチュラ海を想像しちゃったよ。いますよね。いやいや、同じものが書いてある。同じ、あ、ジンベエだよね、それ。これジンベエです。ジンベエ、同じ哺乳類です。同じ哺乳類です。言うこサメだから違うの。判定は森さんの一存です。はい、何パーぐらいでしょう。何パーセントですか。30%。まあそれなりに高いから。やったよ、シンクロしてますよね。この下に書いたあの小判ザメのつもりがイルカっぽいやつが良かったのかな。サメじゃねえか。それサメじゃねえか。サメだから。サメが哺乳類じゃなかった。それサメじゃねえか。サメだった。うい。
じゃあ 30%、 30% いただきました。ちょっと最初だから点があんまりないんじゃないですか。やったやった、次だ、よしやろう。はい、はい、てください。じゃあちょっと温めちゃいますね。二、はい、うん、人に出すお題はこちらです。運動会。運動会、運動会いろいろありますけれども何を想像するんでしょうか。それでは行ってみましょう。60秒でスタート。運動会、こんちゃん得意だった？運動会、運動会ね、結構ね、うんうん、いつもリレーの選手とかやってたよ。あ、すごいね、そんなイメージ全然ないよ。あ、そう、なんかね、バレエをずっとね、習ってたから運動神経だけはいいんだよ。バレエは、うん、踊る方のバレエ、踊る方のバレエ。あ、すごいね、こんちゃん、うん、足早いよ。絵も描けて、うん、運動もできるんだったらもう、なんだろう、小学校とかだったらもう完全に広いんじゃないですか。でもね、私たち広いんだ、私たち広いんだからでもちょっとバカだったからバカ天が3つ与えずか、いざよよ広いんじゃないかなさあ、あ、自分だったら何書くかな。何かな、得意な運動会の競技なんだった。うんとね、放送、放送、え、放送、え、放送部に入って、うんうん、実況するのが得意だった。すごい、うん、何々選手頑張ってますみたいなやつを、うんうん、事前に調べたりとかしてやるのがすごい好きだった。すごいね、リポートしてたんだ、うんうん、あ、終了できた。それでは、どうぞ。玉入れ、玉入れ、あ、すごい、すごい、グーズ、本当に、いや、あのゴリラダンクしてるとこ玉入れにそんな玉入れ、あの背の高い小学生ってよくあの直接ダンクしようとするやついたら、うんうんうん、肩車すればダンクできるって流行ってたんだってこと。肩車すれば入るって言ったら先生すっごい怒られた、うん、反則だからダメだって。今度みんなにぶつけられるって。あ、そっか、玉入れなんだ一番イメージがあるのって。なんとなくなんか、うんうん、ティピカルな感じの想像しました。うん、一回パン食い競争もあるかなと思ったんですけど、うん、玉入れを選びました。なるほどね、ただね、人がシュールだね。そう、なんかすごい手長い人いるね、一人ちょっと二人目の人すごい手が長い人がいます、ね、これ人なんですか。人ですよ、人です、人です。人手かなんかだろう。人手ではない人手ではない、人なんですね、はい、さあ、じゃあ何パーセントか聞いてみましょう。100。やったー、感謝します。ありがとうございます。偶然。さあ、じゃあまだまだいける、いきますか。じゃあ今度は、じゃあ引きますね。はい、これ朝ごはん。お、朝ごはん、おはよう、朝ごはん。お、結構これ絞られそうですね、朝ごはん、なんだ貴重なものが聞こえてきたでは行きましょう。60秒ですよ、用意スタート。朝ごはん、神さん食べる？食べます。食べないと僕も元気出ないんで。食べない時もでもありますね。おっと、なんか時間ない時って何で済ます？パンを冷凍しとくんですよ、はいはい、で、それをもうそのまま焼いて、ほうほうほう、バターつけて食べていきます、大体あと便利なのは、あの家で作った餃子を冷凍して小袋にパッケージ入れといて、はいはい、それを茹でていくっていうのもすごい時間短縮で、 うどん玉の冷凍のやつが早い。確かに釜玉とかにすると早いですよ、すぐできるやつ。うん、そうか、あとはもう本当にレンジでできるやつもあって、さ、冒頭で冷凍食品の話したけども、ずいぶん美味しくなってんのねって。そうですね、とろろそばありましたよ、冷凍で。そう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 、すごいですよね、あれは可能なんだ。何でも可能なんです。あ、これおかずのバランスがいいぞ、イエーイって買ったら、あの、糖尿病用みたいな、介護食みたいなの買ったところが、病気用のもありますよね、うん、あれ、僕ってその…行ったよ、美味しかったからいいや、できた、別にいいや、ずっと早見さんと話してよ寂しいこと言わないでよ、見ましょうか、見ましょうかね、すごい本音が出ちゃった、見ましょう、見ましょう、はい、では行きましょう、せーの、どうぞ。当てて、え、お、合わせて、私に、え、思いっきり商品名書いてあんじゃねーかよ。せーのは、あの、この、目玉焼きと、いや、あの目玉焼きの形をしたおせんべいです。だよな、無理があるぞスタンプで欲しい、スタンプで欲しい、無理があるぞ。そう、そう、形似てるよね、形似てる、ウィンナー型の形だったすごい、なんかあの水が来るぞみたいな、無理があるぞ、子供ら黙
ダメだ水が来るぞみたいな今日食べた今日食べた今日無理があるぞこれ何ですか今日何もなくて、でもなんかちょっとなんか小腹に入れたいなって思ったら、まあ、柿の種が一袋余ってたの、まあ、一応炭水化物ではありますけど、ね、ギリギリですね、ついこれを思いもうこれ以外思いつかなかった今あばばばいやでもシンクロしてると思う私シンクロしてると思います間違いない間違いない聞いてみましょう、うん、シンクロ率いくつかなゼロごめんねこいちゃん大丈夫だいやこれ私もう朝食ですらないって学生の頃からこれ主食ですから私のいやダメだったか朝から柿の種とは面白かった、うん、じゃあちょっと2人はねどのくらいおしゃべりが盛り上がってるんだからきっとねまた 100% 取れちゃうんだろうな頑張るぞ、はい、もっとたくさん話して書くと話せるんだよ ね、 ねじゃあ次のお題ですお題はこちらですちゃちゃちゃスイーツ難しい結構スイーツから連想するやつを書いてください、ね、それでは行ってみましょうスタートうわー難しいスイーツっていつから言うようになったんだろう、うん、えいつから昔はなんか何て言ってた甘いものを甘いもの甘いもの水がしかみ言葉が流行ってるじゃんスイーツから連想してそこからなんかねスイーツって言うとちょっとスイーツみたいなちょっとバカにされたようなね、うん、スイーツのみたいな言われたりとかしたじゃない、ね、だけどね、うん、今はもうスイーツって言わないとバカにされるそうなのスイーツ私はやっぱり甘いものだな甘いものだよね甘いもの甘いものくださいって言うよね今食べたい甘いものこんちゃんなんだろう私はね、うん、おまんじゅうが食べたい温泉まんじゅうあいいねいいね、うん、最近ね、うん、生クリームとかにあんこがいいんだよ、うん、あそっか、うん、私両方混じったのがいいなあんことホイップみたいなホイップクリームの混ざったやつ私ね、うん、あれだクレープのあんこと生クリームのが大好きです、うん、おいしいよ ね、 いねクレープおいしい、うん、でもなんかなんだかんだ言って原宿の食べたことあんまないのそうなのうんかけたかけましたさあそれでは答え合わせしてみましょう、はい、スイーツといえばサブカルクソ女ですこの絵何なんですかいやサブカルクソ女がおつたべラブ最高って言って本編見たことないてかスイーツそっちかいそっちかい、まあ、サブカルクソ女かなさあじゃあこれもサブカルクソ女かなそうですねの群れみたいな群れなるほどいいの嘘だろ間違いなくそういう気持ちは伝わってきたんだけどいや違う視点を変えたら何なんだろうマカロンカヨフレな私鏡餅かと思った甘くないねと思って甘かでもモンモンモンの主人公の唇でしょ確かにでもマカロンといえばなんかねなんかそういうスイーツのイメージ女子が好きそうなイメージありますよはいするするさあですか、ね、じゃあこれはシンクロ率何パーセントなんでしょうかマイナスマイナスマイナス食らったぞあれ私の柿の種よりひどいあー残念難しかったですねダメかダメかはい終了でございますそれでは結果発表でございますおプラマイがなんかグズグズの試合になってきたなこれプラマイがあるイマジンコンドムタッグが、はいシンクロ率 30% イエーイ、はい、エヴァが動くかなこんなのでで杉田早見タッグは、50% やったーエヴァではなく、はい何茶色い封筒に入った何かを想定です何、だなんだろうお封筒だ本当に封筒だえじゃちょっとじゃあ杉田くんの方から開けてみるなんだろうなんだろうストレートすぎねえかストレートすげえストレートあさみちゃんの何が出てる一緒よストレート言っていいのこれ言っていいのダメダメだよねあーにっこりだねにっこりだねすごいこれは何というかどうコメントしていいかわからないいただける感じで、ね、じゃあ、はい、山分けだね山分けやったはいハイベさんどうぞ ありがとうございます以上絵描きクロスコンボのコーナーでしたネームおのっちさんから届いたポエムだよこの空の向こうには何があるのだろうそこにあるのは今を生きる者の輝きかそれとも慟哭か小さき世界では見えないものが空の果てにはあるのならこうして見上げることは
無駄ではないのだろう。そんなことを思いながら、今日もまたこの手を伸ばす。あの日夢見た青空へと。なんか近藤さん、ダービーで透けすったらしくて、まだ水道橋から帰ってこないんだって。そうなの？くんちゃん、そういう趣味があったの？バレたか。ブルラジニュースネオ。はい、ブルラジニュースネオのお時間でございます。今回も商品、製品紹介していきたいと思いますよ。ゲストの早見さんにもお手伝いいただきます。はい、はい、番組でもお伝えしてきた通り、ブレイブルークロスタークバトルがプレイステーション4、ニンテンドースイッチ、スチームにて現在好評発売中です。エボリューション2018で発表された9キャラクターを加え、全40キャラクターが揃った本作をぜひプレイしてみてくださいね。今、最も深き夜が始まる。対戦だけでなく、壮大な世界観、ストーリーで好評を博している 2D 対戦格闘ゲーム、アンダーナイトインバースエクセレート S と、プレイステーション3、プレイステーション4、プレイステーションビータで好評発売中の本作に、スチーム版が新たに登場します。2018年8月より好評配信中です。新たなる舞台で熱い戦いが待っている。私も、オリエ役で出演しています。聖者に混じった死者は誰だ？物語の舞台は、100年に一度死者が蘇るという忌まわしい伝承が残る御果て町。この海町で起こる怪事件の真相に迫りながら、魅力的なヒロインたちとひと夏の恋を楽しむことができます。残暑にぴったりなアドベンチャーゲーム、ワールドエンドシンドロームが、プレイステーション4、プレイステーションビータ、ニンテンドースイッチにて好評発売中です。私、今もちょっとだけ出てます。そうなんですね。はい。ギャルゲーかと思ったら意外にサスペンス。そうなんですよ。重厚の物語でございます。どうぞ。楽しみです。はい。そして、9月22日、23日が一般公開日の東京ゲームショー2018にアークシステムワークスがブース出展いたします。はい、ブース内ではステージイベントや最新ゲームの試遊コーナーを展開。試遊コーナーでは国内初出展となる新作タイトル、キルラキルザゲームイフを遊ぶことができます。プレイアブルキャラクターはマトイリュウコ、キリュウインサツキに加え、あのキャラクターが新規参戦。発売まで我慢ができないキルラキルファンの方は、ぜひアークシステムワークスブースへお越しください。はい、以上ブルラジニュースネオでした。ブルラジネオ。さて、ブルラジネオ、そろそろお別れの時間でございますよ。エグザスゼルゾー、そのネオじゃねえよ。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。ご覧のコーナーまでどしどし送ってくださいね。お便りが採用された方にはブルラジオリジナル缶バッジをプレゼントいただきます。はい、うん、缶バッジだよ。ほら、最初からそう言ってたよ、言ってたよ。缶バッジだよ。そうだよ。ステッカーじゃないよ。ステッカーか缶バッジがもらえます。採用された方はお楽しみ、缶バッジだよ。ブルラジに関する情報は、はい、ブルラジ公式ツイッターでお知らせ中です。まだフォローしてないよという方はぜひチェックしてくださいね。ところで皆さん、ニコニコ動画と YouTube のアークシステムワークス公式チャンネルはもう登録してくださいましたでしょうか。ザミお姉ちゃん、何、どうしたの？登録の仕方が分かんないよ。そっか、じゃあ手取り足取り教えないよ。うわー、ご褒美だ。さあ、でも皆さんはぜひこう登録してほしいんです。ブルラジの他にもいろんな番組や映像を配信中です。まだ登録していない方、お気に入り登録しちゃってくださいね。はい、よろしくお願いします。ということで、早見さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。笑った。お絵描きコーナーのクオリティがやっぱさすがだなっていうのが、ちょっとでもシンクロしたのもあったから良かった。そうだね、良かったパターンもあるんだよね。そうです、良かったパターンもあったね。でも私本当にマカロンだって最後まで分かんなかった。やめなさい、やめなさい。いやー、もうちょっと簡易化されたマカロンですかね。簡易化されたのか。どこが形状文字みたいになったどこが数千年後には精密に書くと本物になるんですけど、古代にはあの形で、アイララクリームみたいなのはもう省略されてます。じゃあ、いつものあの鬼もどっちの、いや、猫ですけど猫描くんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
懲りずにまた来てください。いや、またぜひ、ありがとうございます。二度と行きたくねって言われてもまたお会いしますから。ありがとうございます、はい、さてブルラジネオ次回の配信はいくつ頃の予定ですか。おじいちゃん、そんなこと言ったってわかんねえじゃん。何日頃とかじゃなくなってんだ ね。何月頃だとか12月かもしれないってことだよね。そうだね、バグリッドがない。あのスタッフさんが死にます、うん、そうだね、ダメです。はい、それではまた次回。お相手はラグナザブラッテッジ役杉田智和と、ノエルバーミリオン役近藤香菜子と、椿弥生役今井あさみと、舞夏目&オリエ&ルビーローズ役早見沙織でした。バイバーイ。この番組はアークシステムワークス株式会社の提供でお送りいたしました。椿の幸せになりたい。ねえ、まあね、いざよいが参戦して私はちょっとなんか今幸せに満ち足りてるから、少しぐらいはね、この幸せな気持ちを皆さんに分けてあげたいなと思って、今日はこのコーナーできることを本当に嬉しく思ってます。終わっちゃうのかと思って。終わっていいんですか。え、終わっていいの。幸せになりたい人からのお手紙が来てるんで読んであげてください。ここのえさんからいただきました。はい、はい、最近は小学生でもスマホを持つ時代、僕は未だにショートメールしかできないガラケーを使っています。いい年なんだし持ちたいんですが、今のバイト代では月1万円の出費は痛いんです。何気なく親に冗談で、あースマホ欲しいなーと大きな独り言を言ったら、お前はお金ないから持つ必要ないだろうと言われると思っていたら違った。お前友達いないから持つ必要ないだろう、もっときついと言われました。もっときついや。こんな友達のいない僕をどうか幸せにしてください。この絵さん、まだ外にメッセージを発信するぐらいには、うん、友達を得ようとしてるじゃないですか。そうだね、分かった。じゃあ私が今幸せに満ち足りたこの私が30秒くらいで幸せになれる方法伝授します。はい、この絵くん、お友達いないから持つ必要ないって言われたの？違うよ、スマホはお友達いない人こそ持った方がいいと思う。ガラケーじゃ出会いもねえぞ。スマホだったらいろんなウェブサイトにアクセスできるんだぞ。お父さんお母さんにプレゼンせえ。言葉の重みが違う。そうしょそうしょ。今重みが違う。ガラケーだったらさ、最近表示されないんだぜ、重たいサイトとか。いつまでもくるくる回ってるんだぜ。サービス終了しましたみたいな話ですよね。そう、サービス終了してますね。その先に友達がいるかもしれないんだぞ。確かに。ママ、買ってあげて。でもお母さんの秘密がそれで分かっちゃうかもしれないじゃない。お母さんはあれ何の友達を、あ、これ以上はやめよう。いや、お母さんがひょっとしたらなんか、お母さんが自作自演で友達のふりをしていて、今日から会おうって言って、バーって、何々ですって言ったらお母さんが、息子よ、すまんって言って。そんなことないから。そんなことないから。しんど。それでは、みんなで幸せになっていこうね。あれ、お父さんは違うサイトに。寝かまをしている。しんど。見てくれてありがとう。バイバーイ。バイバーイ。